はい、こんにちは、速稼塾の久保でございます。日曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、1月17日の午後2時になりますね。先ほどメールをいただきましてね、これ今までもお答えしてるんですけども、新型コロナウイルスのワクチンが2月から日本でもね入ってくるようですけども、まあ、順番が来たらどうしますかってことなんですよ。要するに私がワクチンを打つか打たないかってことですよね。多くの方は副作用が怖いから打たないと、様子を見るということだったんですけども、まあ、誰かがね打たないといけないかなと思う中で、私はそういう番が来るんだったらね、真っ先に私で試してもらおうかなと思ってるんですよ。これはずっと変わりません。結局自分が助かってもね、誰かがやっぱりリスクを負うっていう、そういう順番になってるんですよね。だったら私はこうやってね放送もしてますし、まず自分が打ってみてね、その経過をこういうふうに YouTube でどんどん放送することができると思うんですよ。そしてもし私に何かがあれば、次の方法をまだそのワクチン打ってない方で考えていただければいいかなと思っております。まあ、結局ね、そのリスクを誰かに押し付けて自分は安全になったら進む、確かにそれは理にかなっている方法だと思いますけども、結局誰かが何かをしなければならないんですよね、状況を打開するためには。まあ、その時に、まあ、私がね、もし選べるようでしたら、まあ、それは真っ先に打ってもいいかなと思います。まあ、おかげさまで私はね健康体でございますし、誰が打つよりも、まあ、自分に対して責任を取っていけるかなと思うんですよ。そしてこれはね、そんなに悲しい旅立ちではないと思うんですよね。まあ、誰かがやっぱり突破口を開かないといけないですし、まあ、少なくとも、まあ、リスクもあると思います。ただ人生はそのもののリスクですからね。で、その新型コロナウイルスに無防備で立ち向かうのも、それもリスクだと思いますしね。でワクチンに果敢に挑んで、まあ、1億特攻の先駆けとなれじゃないですけどもね、なんかこう自分の身が恩返しの一つにでもなるんじゃないかなと思いますし、まあ、かっこいいこと言えばそんな感じですけども、私はまああんまり恐れてないんですよ、ワクチンっていうのはね。それから誰かがそのリスクをかぶって、その様子を見て自分がやるかやらないかって決めるのもなんか性に合わないんですよね。まずは自分でやってみようかなと思っているところでございます。まあ、もちろんね、優先順位がそんなに早く回ってくるとも思いませんし、まあ、その時が来たらってことですよね。ただこのまあ、ワクチンに関しましては結構ね、死亡報告が出されてるんですよね。まあ、主要メディアでは報じられてないんですけど、私のリサーチによると1万人中やっぱ1人とか2人とかいう死亡率は確認されてるみたいです。でやっぱりこのワクチンっていうのは、重病の方に打つというよりもワクチンですからね、健康体で、元気な方を優先的に打ってると思いますし、それから医療関係者の方をやっぱり優先的にやってるところもあるのかな。そういった中での、もちろん治験とかも繰り返した後でだとは思うんですけども、ただね、今回のワクチンは製造から許認可、それから流通までがものすごく早いんですよね。通常ワクチンって5年から10年ぐらいかけていくものなんですけども、今回は1年足らずでもう出してしまってるんで、本当に見切り発車という段階だと思うんですよ。あとは使いながら経過を見ていくってことだと思いますんで、まずはね、普段治験に関わってリスクを取ってくださってる方々のおかげで、私たち安全な、まあね、比較的安全な医療も受けれたわけですから、結局まあ順番なのかなと思いますね。まあ、難しいことは言いませんけど、まあ、私の素直な気持ちはこんな感じです。まあ、ワクチンぐらいは先に打ってやろうじゃないかということと、私はその模様をこうやって放送することができるんで、まあ、なんて言いますかね、いろんな方に何かを伝えることができるんじゃないかなというところでございますね。もちろん家族のこととかありますけども、その辺もちゃんとね話していかないといけないと思いますんで、もしね身近な人が絶対ダメと止めるんだったら、それは私の気持ちも変わるかもしれませんけども、今のところはそういうふうな決意であり、それをまあ認めてくれてるというところですかね。じゃあ本日は以上でございます。皆さんはどういうふうにお考えでしょうか。